はい。えー、三沢隆の、なるほど、株大が本日も始めていきます。今、撮影中のがですね、1月の24日の6時ですね、朝方に撮影をしております。えー、このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャート読み取り方をお伝えするテクニカルの専門のチャンネルとなっております。まあ、日日平均の解説やで,ですね、ヘンドウェイから選定をしておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で僕のやり方というのは1時10分のトレード方法となっております。まあ、そのあたりですね、と詳しく説明している K4 回の講座概要欄にございますので、ぜひご登録していただければと思います。 はい。ということでですね、ちょっと本日、えー、撮っていきましょう。ということで、えっと、本当はですね、ちょっと 2, 2日前ぐらいに撮りたかったんですけれども、あのー、証券会社の方が、あの、この画面ですね。この画面がメンテ中だったので、ちょっと、あのー、開けなくて、なのでちょっと今撮影しているというような形です。で、えっ、ー、と、まあ、今日撮影していくのは、まあ、主に予定2つで、まあ、1つは日経平均の解説ですね。こういうふうになっていきやすいんじゃないかという考察の部分と、もう1つがこういう銘柄で、ね、やっていけるといいよっは、まあ、この2本立てで話していければいいなと思っております。 はい。ということですね、本日また見ていければと思うんですけれども、ちょうど今開いているのは日経平均のチャートですね。で、日経平均はちょっとずつ動きそうな、まあね、感じになってきたので、ちょっとまあ今までのおさらいと解説ですね。で、ちょうど今まで三角持ち合いの状況で、まあ、いたんですけれども、まあこうまあ、ざっくりとこんな感じですね。前回の動画でも説明しました。で えー、ど,どうやら週足の方ですね、えっと、下落の方向にちょっと寄ってきた気がするので、まあ結構これ、週足だけで見ると、高値切り下げ、えっと、下に切り上げたけれども、まあ陰線出て、まあ切り下げの方向性で、まあかなりね売り、売りが強めなんじゃないのかなっていうところが、まあ今の、あの、相場感ですね。で、えー、この先、まあ今、週足で書くあ、週足で書いたのを日足で書いていると、まあこんな、ざっくりとこんな感じだったんですけれども、まあちょうど、うんと、 19日か。19日に、ま、要は陰線出てきて、で、まあ結構これ、あ、売り強めだなと思って、で、この時にまず想定できたのが、まあこれも答え見えちゃってる状況なんですけど、えっ、ー、と、確かに売り目線ではあるんだけれども、ここで一気に売り入れるっていうよりも、まあやっぱあのー、ちょうどこの、何ですかね、2万7 0 0円ぐらいのここ、 ま、線引くとこんな感じですよね。確かに、えっ、ー、と、まあ、持ち合い、三角持ち合いで、えっ、ー、と、下には下がってきたものの、まあ、前回やすいと同じぐらいのところではあるんですよ。なので、もしかしたらちょっと揉むのかな、みたいなことが、 ま、19日にちょっと想像できて、で、まあ、現にね、あの、まあ、揉んでいるみたいな感じで。なので、えっ、ー、と、ちょうどここを陰線で割っていくようだったら、結構売り目線。で、なので、今週以降は、だここ、ちょうど今あの金額、わかりやすいですよね、今27,500円とかが、ま、前回や、前回の底値らへんなので、まあ、ここから陰線で、えっ、ー、と、出ていくようだと、まあ、やっぱ長い目で見ると、えっ、ー、と、ま、あ下落になっていくと。まあ、逆にここが、あの、ちょうど揉がれているところで、今、陽線出ている部分なので、もしこれが、えっ、ー、と、ま、一旦ね、 一旦ここが底値になってまた一瞬上がっていくってことも全然考えられるとこんな感じですよね。上がってってから、まあ、またね、下落に転じるってことも、こういうパターンもあるし、まあこういうふうに下落していくパターンもあるので、まあ、なので分かりやすくあこ、まあ今日月曜日ですよね。月曜日以降を、まあ陰線でもし下落していくようだったら、まあかなり売り目線で見ていけばいいんじゃないかっていうところです。でただ、えっと、 景金とその個別銘柄見てると、その個別銘柄って今下落でね、下落で狙いやすいやつって実はそんなに多くなくて、どっちかって言ったらこの上がっていこうですね。例えば、あの、下落していって一時反発でこう、一旦ね、上がっていく。こういうようなチャートの方が正直多いんですよ。上がっていくっていう。まあ、なので、ちょっと下落して上がってくれる方が正直個別銘柄的には狙いやすい傾向にあるんじゃないかなというようなところですね。 まあ、ただ、まあ、大枠でいくと、まあ、どちら一緒を、あの、中期の目線で見ると結構下落目線で、えっ、ー、と、見ていくことができるんじゃないかなと思うので、まあ、ここで揉んでくれて、まあ、揉んで、なんつうかね、まあ、両方あるので、まあ、なので、ここから、あの、陰線出たら、下落方向。 陰線出たら下落方向。27,500円終わっていく。陰線だったら下落方向。陽線だったら一旦持ち直してからまた下落っていう、あの、シナリオも全然考えられるので。もしかしたらね、えっ、ー、と、一旦、その短期的にはこう、パッて上がっていく可能性もあるよ。それだけ覚えておけばすごいいいんじゃないかなっていうところです。で、まあ、本日はですね、まあ、いろんなメーカーも見ていったんで、ちょっと、まあ、いくつか紹介しようかなと思うんですけれども。まず、えっ、ー、と、こちらですね。えっ、ー、と、 キロキなのカプコンという銘柄です。で、まあ、これに関してはちょうどあの、売りで狙えそうなやつっていうので、ちょっと探してて、まあ、これそろそろね、売りで狙いやすくなってくる銘柄になるんじゃないかなと思います。まあ、下落して、20日線にぶつかって、さらに下落して、でもう一回上がって、20日線にぶつかって、ここから下落というようなことが、まあ、シナリオという趣旨は考えられますよね。ぶつかって下落。で、もう一回20日線に弾かれて下落。だこういうような感じのやつがあの結構見つけられると、結構いいんじゃないのかなっていうところですね。 で、えっ、ー、と、例えば、んとイオ,イオンっていう銘柄があるんですけど、あ、これじゃないや。えっと、イオン。えっ、ー、と、厚み67の方かな。うんと、これとかってちょうどあの、まあ、今ちょうど4000で終わってるんですけれども、まあ、こう、こういう銘柄が今後だから下落になりやすいやつですね。で、さっき言ってた、その日経平均のこの、これですね。 いや、もし、えっと、揉んでしまって一旦反発していくような感じっていうのは、要は個別銘柄でいくと、ざっくりとこういうような感じになると、下落して、要は、一時反発でね。一時反発で一旦上昇してみたいなことっても全然考えられるので、なので、要は下落して、その、もし、あの、日経平均が反発するような感じだったら、下落して、要は5日線右上向いたタイミングの銘柄とかを狙っていくとちょうどいい。で、20日線にまで、 あの、行って、ここから下落みたいなことも考えられるんで、まあ、ここは、あれですね、えっ、ー、と、一旦下落して、あの、揉んでから、揉んで、えっ、ー、と反、反発ですね、反発してから再度下落っていうこともあり得るので,で、こういうふうに下落して、えっ、ー、と、5日線が右上に、えっ、ー、と、なる銘柄こっちの方が多分個別銘柄ではすごく多いと思うので、こういうのを探していくのもすごいありかなっていうところですね。で、結果、ぶつかって下落って。まあ、そういうことも考えられるので、まあ、 こういうところを狙っていくとすごいいいんじゃないのかなっていうところですね。これ上がっちゃったんだなんですがま、今後、あの、こういうふうに下落して、えっと、5日線右上を向いたタイミングっていうのがですね、ま、チャンスになっていきますので、ま、そんなところで、えっと、頑張っていければいいんじゃないかなというふうに思います。 はい。ということでですね、まあ、本日の動画はれにで以上になります。あの、コメントいくつかもらってたので、えっ、ー、と、まあ、明日、明日か、今日か明日らだったりですね、また返していこうかなというふうに思っておりますので、ま,あ、またね、なんか見て、えっ、ー、と、これどうなのっていうのがありましたらですね、またコメント返していこうかなというふうに思います。なので、質問ってこあのこうありましたら、コメントに記載しておいていただければと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、本日の動画はれにで以上になります。よかったなと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。 チャンネル登録もお願いします。LINE アット、ツイッター、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。